ついに発売となりました。ニューポケモンスナップですが、64番のポケモンスナップとプレイ感もほぼ同じで、でもグラフィックとかポケモンの描写は段違いに進化してるし、めちゃくちゃ楽しいゲームですよね。発売から1週間ほど経過しましたが、夢中で数十時間プレイしちゃってますね。そんな、ニューポケモンスナップに関しまして、今回の動画では、意外な条件で加点、減点、高得点写真を撮るために覚えておきたいこと、を解説するという建前で、私の撮った写真を紹介していく。という、自己顕示欲全開の内容でお送りします。欲望を隠さない潔さだけは認めますけど。それじゃ早速本編参りましょう。それでは、高得点を取るための基準を確認していきましょう。まずはこちら、夜の公園でのヒバニーです。ドダイトスの背中で寝てるところですね。かわいい。この写真の点数をもとに、高得点の条件を考えていきましょう。この写真、大きさと位置の要素では満点がもらえました。ヒバニーはもともと結構小さいポケモンだし、これぐらいのサイズで収まってれば満点になるみたいですね。しかしその一方で、ポーズはマックスである1000点の半分の数値になっていますね。ヒバニーが寝てる姿ってなかなか見られないし、一応500点はつけてもらえてるって感じなんですかね。もう少しインパクトのある瞬間を捉えることができていれば、ドダイトスの映り込みによる点数ブーストも相まって、5000点超えの1枚になっていたかもしれませんね。ど真ん中に大きくターゲットを捉えるだけでなく、素敵な瞬間を逃すわけにもいかないわけですね。また、この写真のヒバニーはしっかりこっちを向いていますが、高得点となる向きについては注意点がありまして。こちら、同じく夜の公園のスワンナの写真なんですが。この写真も、大きさも位置もほぼ完璧だけど、向きだけは、スワンナを真横から捉えちゃってますよね。そう、正面から撮影できていないわけですが、向きの部分に関しても、満点に近い点数となっています。お、真横から撮っても900点以上もらえるわけですか？そうですね。この仕様に関しては推測ですが、高得点となる向きはポケモンごとに設定されており、泳いでいる状態のスワンナの場合、正面より横から撮った方が高得点となりやすい、そういう判定が行われているのかもしれません。さっきのヒバニーは正面向きで高得点でしたからね。わかりやすい例としては、こちらのラブカスもそうですね。真正面から撮ってしまうと顔がわからないラブカスも、真横からの撮影によって向きの点数が伸びるポケモンです。正面からラブカス撮っても、縦に長いピンクの棒になっちゃいますからね。向きの話ついでに、こちらは昼の公園のエモンが、無邪気な表情を撮れましたね。この写真、他のポケモンの写り込みなどのボーナス抜きでも、5000点にかなり近い得点がもらえているんですが、エモンガの向きに注目していただけますでしょうか。お、顔はバッチリこっち向いてるけど、体は正面向いてるってわけでもないですね。そうなんですね。この状態で向きの得点はほぼ満点なんです。これを見るに、向きに関しての総括としましては、各ポケモンごとに、満点となる判定の角度が決まっており、エモンガで言えば顔など、向きの基準となる部位も、それぞれ設定されている、と考えられます。ポケモンごとに適切な向きを探るのも面白いですね。続いては、大きさの要素について見ていきましょう。こちら、火山で撮れたアーケオスの写真をご覧ください。自然体な姿を撮影できてますね。体のパーツがフレームからはみ出ることなく、なおかつ、画面いっぱいに大きく映すことができた結果、大きさの得点は2000点満点となりました。これを見るに、アーケオスの縦横に少しスペースもあるし、対象を画面全体ギリギリに収めきらなくても、多少緩めに満点にしてもらえるみたいですね。大きさに関しても、ポケモンごとに基準が異なるようで、体全体をほぼ上下幅いっぱいまでに収めた怪力。この写真の大きさ得点が満点を逃しているのに対して、上下左右に大きく余白を残しているツツケラ。こちらの写真の大きさ得点は満点扱いとなっており、推測ですが、小さいポケモンほど基準が緩く、大きいポケモンほど画面いっぱいに撮る必要がある、という得点基準になっていると考えられます。小さいポケモンを大きく画面に収める方が大変だもんな。また、大きさに関しての補足情報としまして、昼の砂漠で撮れたこちらのバンギラスなんですが、攻撃的な姿勢してますね。見てわかる通り、右足が岩に隠れてるんですよね。物陰に被写体の体が隠れちゃってる場合、大きさは減点されがちですよね。そうなんですが、この写真の場合はなぜか、体の全体が写っていなくても、大きさは満点となりました。こちらの奥端の写真と比べてみると、大きさは十分なのに、体の一部が鼻で隠れており、それが大きさ満点を逃した原因だと考えられるため、2枚の写真の差は何なのか、気になるところです。2
なるほど。奥端の方は体が隠れて減点されてるけど、バンギラスも足が隠れてるのにこっちは満点と。これはどういう原理なんでしょうかね。一体どういう原理なんでしょうかね。あくまで推測の域を出ない意見ですが、バンギラスの足の手前に映っているこの岩、バンギラスをうまく誘導すると破壊することができるんですね。そのため、普通の背景オブジェクトとは処理も異なり、被写体に被ってしまっても減点されないのかもしれません。この写真撮るゲーム、奥が深すぎませんかね。さて、続いての得点要素は被写体の位置。火山で撮れたブースターの写真を見ていきましょう。焼きリンゴを作ってるブースターの後ろで、お尻がキュートな子を足すと、心霊写真みたいな人影と、情報量の多い一枚ですね。この写真、ブースターの位置に注目しますと、中央よりやや左に寄ってしまっていますよね。その結果、向きの点数は800点足らずになってますね。ポーズや向き、大きさだけでなく、被写体をど真ん中で捉える必要があるのも、被写体を、よりど真ん中で捉えた方が得点が高まるのも、欠かせない要素の一つなんですね。その辺は64番のポケモンスナップでも同じでしたよね。ところがこの定石にも例外があるようで。こちらは、洞窟で撮れた石つぶての写真ですが、2匹の石つぶてが向かい合っているところを、両方ともフレームに収めていますね。ああ、でも2匹ともすっぽり撮影するために、位置が右上と左下に分かれちゃってるの残念ですね。どちらかが真ん中なら良かったのに。そう、一見すると被写体が写真の真ん中におらず、位置の高得点が見込めなさそうな一枚なんですが、点数を見てみると、位置については満点なんですね。おお、さっきは少し左に寄ってるだけで800点だったのに、どっちの石つぶても全然真ん中じゃなくないですか？そうなんですね。これが位置得点に関しての例外です。実は石つぶて、特定の場所で2匹揃っている時に、石頭をぶつけ合う特殊な動作を取るんですね。2匹揃っている時の固有モーションがあるわけです。おお、そういえば石つぶては特性も石頭で、頑丈な体を仲間とぶつけ合い硬さを競い合う、って図鑑説明文にも書いてありますよね。その通り、2匹で切磋琢磨しているわけですね。このように、複数匹で固有のアクションをするポケモンは、石つぶて以外にもたくさん登場するわけですが、数匹で行うアクションを撮影する場合の判定が特殊で、2匹のポケモンの中間地点にも、位置判定が発生し、被写体が中央と判定されやすくなると思われます。ふむふむ、何匹かで特殊なモーションをしてる間は、複数匹のポケモン全体が映るようにフレームに収めても、位置の得点が下がらないように配慮されてるんですかね。おそらく、制作側からの高得点を取りやすくする計らいでしょうね。ただ、プレイしたことのある方ならわかると思いますが、写真を撮る際には中心となる被写体が設定されるため、今回の写真のように、手前と奥で対象を間違えてしまうと、思ったように点数が伸びなくなってしまいます。この写真だと、顔をこっちに向けてる奥の方じゃなくて、がっつり背中向けてる手前の方が対象になってるから、向きの得点が悲惨なことになってるわけですね。といった感じでまとめに入っていきますと、高得点を狙うにあたって、こういう点に注意しようね。というポイントがいくつかありましたね。得点の基準の中でも、向き、大きさ、位置の要素は、どの写真にも大きく影響してきますからね。他にも、風景や他のポケモンの映り込みによって、得点が大きく伸びることもあるので、あくまで今回紹介した要素も一例ですけどね。この猿乗りの写真とかは特に、猿乗りは背中向いてて向きの点数もひどいけど、風景や他のポケモンの映り込みで加算された結果、意外と点数が高くなったりしてる例ですね。他のポケモンのポーズによって加点幅も大きくなってるっぽいので、高得点写真の撮影は、まさに修羅の道となりそうです。現実でも、写真撮影は奥が深いジャンルだもんな。とまあ、ここまで高得点を取るための考察をしてきましたが、ポケモンスナップの楽しみ方は点数だけではなく、点数に表せない、感情に訴えかけてくるような、そんな一枚を狙う楽しみ方もありますよね。高得点取るための解説動画でそれ言います？次回の動画では、高得点の写真を狙うというテーマからは一歩外れて、撮った写真の画角や明るさも後から再調整できる夢の機能、エクストラ撮影を利用した写真を何枚か、ご紹介したいと思います。まあ要するに、みんな、オラの写真を見てくれ、ってことですね。そういうことです。というわけで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。